さみ&ゆう。たしさんこんばんは、あやさみ&ゆう。こんばんは、たかし。たかしさんみみず。わりさみ&ゆう、さまりさみ&ゆう、キャプさん好きです。りつこさみ&ゆう、すいちゃんきらやっかありがとう、なおさみ&ゆう。みなさんこんばんは。ですね、でもさみ&ゆう、たまさみ&ゆう。かぜさんミラーボールじゃなくて、ウラーボールじゃない。バレーボール。すぎちゃんバレーボール。あさまさんバレーボール。ただやさみみず。ありがとう。ラメさんバレーボール。ありがとうございます。すぎちゃん、だるまぐるぐるとか。ありがとう。キャプさんキラキラでございます。ありがとう。すぎちゃんだるま。キャプさんキラキラありがとうございます。いっぱいありがとうね。トムさんバレーボール。ダメさんハート、キャブさんキラキラありがとうございます。スギちゃんだるま、グラソネコさんこんばんは、キャブさんキラキラありがとう。カナさんミラボール、ありがとうございます。フジヤさんこんばんは、キャブさんキラキラたくさん、ありがとうございます。ありがとう。ということで、先ほどはね、ショールーム公式配信ということでございましたが、たくさんお話できて、とても楽しかったです。みゆちゃんの次の配信は、あと9日後ですね。今日19だよね。19だからさ。28日かな？うるう年の日。あ？違うか。2月28日が次のみゆちゃん多分ショールーム公式番組の配信の日になるかなって思います。秋の子ではなみやし。こんばんは。こんばんは。ちょっとちょこっと前広発表でしたが、初めて聞く人もきっといたのかな、ショールーム公式。ガクちゃん、生徒さんありがとう。ガクちゃんいたかな。前広多分初めましてみたいな人きっといましたよね。前広ね、パフォーマンスも込みで本当に見てほしい。めっちゃいい曲だから、初っ端からいい歌詞だからさ、本当にみんなにいつかね、全員に見てほしいですね。まえひろのパフォーマンス込みで。振り付けも可愛いし。ガクちゃんハートありがとうございます。ルドさん29日か。あ、29日じゃないわ、私。28かな。あと9日後ですから。28日にみゆちゃん次のショールーム公式配信でございます。なにこれ、カデマさん、ハートの編み物。ありがとう。なに、今2月ってそういう日なのかな。ありがとう。バレー部でした。あ、ほんとに？高橋さん、ほんとにバレー部だったの？あおさん、こんばんは。こんばんは。みなさん、こんばんは。たぬけさん、みゆし。みゆおし。みんな、こんばんは。みゆちゃんね、まだね、夜ご飯食べれてなくて、この後夜ご飯食べます。夜ご飯食べたい。でもなんかちょっとカラオケする。何歌おう？カラオケするよ。ちょむぎおじさん、キラキラありがとう。ちょむぎおじさんってライブ見てくれてますよね。小さな変化もさ、気づいてくれてるよね、ちょむぎおじさん。もっつさんもっつさんもっつさん来てくれたの。もっつさん待ってたよ。たぬけさん100キロもありがとう。ゆれけしゅうだいさん、お疲れ様。お疲れ様。やっほーやっほやっほー。何歌おうかしら私。久々にこれにしよう。久々にこれにする。これにします。りつこさんりつこさんバレーボールありがとう。遊び来ちゃいますね。これかわいい、嬉しい。もっつさん、もっつさん嬉しいよ。いっぱい遊びに来て。毎日配信してるから、もっつさんありがとう、嬉しいこっちのねバナーにね、みゆちゃんの X、インスタグラム、TikTok もあってありますので、もしよかったらフォローして、たくさんの写真とか見に来てくださったら嬉しいです。もっつさん嬉しい。18日チョコ見るから、そうそうそう、もうね、チョコね。でも聞いて、
チョコ、そうチョコ、そうみゆちゃんからね、バレンタインのチョコね手渡しできたの18日までだったの。またなんかそういう企画あればいいな。泣きの子さん大丈夫？待ってるよ、早く治りますように。カデンさんファンレベ23ありがとうございます。バレーボールアタックアニマルさん、セイタさんありがとう。雨の翔子さん、ミヤンドユ、寒い季節ということで編み物と読みしたのが、そういうことなんだ。たぬきさん、ブーバーシュオーラミミズ、山本さん100キラもありがとうございます。ありがとう。でちょっと久々のこの歌歌ってみるよ。なんかあ、見えちゃうじゃんおさむさん、まだ多分足りなかったかなはい、ということで歌いましょうか。心のもやもやが消えて大切
ヤモンド、ありがとうありがとう。カネさん、オープンペンライトもたくさんありがとう。おさむさん、キラキラありがとう。カネさん、オープンありがとうございます。秋のこなみさん、ミラーボール2つもすごい、ありがとうございます。おさむさん、キラキラありがとう。音符もありがとうございます。カナさん、音符たくさんありがとうございます。デモチさん、音符ありがとう。高橋さん、ハート、マッキー、ありがとうございます。高橋さん、キラキラもありがとうございます。ありがとう。アキナガムさん、いいね。いいねもありがとう。たくさん。え、大島優子ちゃん推しでした？かわいいね。私ね、前田なっちゃんと板野ともみ、ともみさん。前田なっちゃんとともちん。ジュリーさん、だるまありがとうございます。かわいさん、こんばんは。かわいさん、バチバチもありがとう。コマピョンさん、バチバチもありがとうね。キャプさん、高橋さん、カズラさん、おさむさんも皆さんありがとうございます。キャプさん、ハラベ11もありがとう、ありがとうございます。私ね、前田のあっちゃんとね、ともちんが好きでした。だからね、あの2人のね、あのユニット曲のね、僕と君の関係も好きでした。君は気づいていない、目の前の僕、恋をしている君に、恋をしている、めっちゃ好きでした。竹木さんがレベル7、ありがとうございます。で、秋の小山さん、笠井朋美ちゃんが好きみたいで、私が似てるんですよね、笠井朋美さんにって言ってもらえて嬉しい。私ね、なんか最近見足最近ね、似てる芸能人いっぱいいるの、私。あれはなく、あれはゆうたなの、まどちゃんからの顔倒しでした。SKE さん、 SKE さんの曲にしてみる。 SKE、 私何歌ったっけな。 SKE さん、せっかくならさ、48グループの曲にしてみる。 SKE48、SKE さんの曲も私好きなんだよね。あれも好きなの、私 SKE さんのさ、あれも好きなのよ。いっぱいいい曲あるんだよね、 SKE48 さんって。いや、 NMB48 さんもすっごいいい曲があってさ、なんだろうね、あのいい曲出るの、なんでなんですか。パレはエメラルドにしましょう。いい曲ばっかりすぎる。え、リツコさんがパレオだって。え、初日も歌うね。じゃあ SKE はパレオにしましょうか。え、キスは映ってんの俺もカウタンズですって。ニクさんかも。あ、ウィンク、あ、今ウィンクの新曲出ましたよね、 AKB。 パレオ、初日も歌うね。パレオにしましょう。エメラルド、 SKE さんの有名な曲ですね。一軍曲なんじゃない。あ、マスさんの、そこに珍しい魚を見つけたみたいに、この胸の
前田のあっちゃん、神セブンの時代、松井姉妹って呼ばれてた松井ジュリナさんと松井玲奈さん、ダブルセンターでよかったですよね。 NMB もね、いい曲いっぱいあるんですよ。ありがとう、わち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 、ありがとう。今は鈴木か、鈴木なんて読むかな、レンナさんって読むかな。カオダの CD 販売列に家族で出て並んでたら某掲示板で届かれました。そうなの、2チャンネルみたいなやつかな。はじまちありがとう。ちょっと待ってね。かずさん、おぶとくさんありがとうございます。おさむさん、キラキラもありがとう。ケチャハタありがとうございます。りずこさん、ハートありがとう。あさむさん、キラキラありがとうございます。かわいさん、バレーボールありがとう。高橋さん、おぶもありがとうございます。ニックさん、キラキラもありがとうございます。ありがとう。あ、ココナさんって読むのか。ココナさん、めっちゃ可愛い名前。ダース忘れないだって。ダース、HK だと誰が好きだったの？ HKT さんね。私ね、宮脇桜ちゃんが好きでした。なんかね、あのメロンジュースの時の宮脇桜ちゃんが私めっちゃ大好きで。メロンジュース大好きで。めっちゃ宮脇桜ちゃん。でもね、矢吹奈子ちゃん、矢吹奈子ちゃんも好きだった。あの、田中美久ちゃん？あれ、田中久美ちゃん？どっちだっけ？田中美久ちゃん？あれ、田中美久ちゃんだっけ、あの2人のセット、あの同い年セット、可愛かったんです。私同い年なんですよ。桜か、須田あかりさん、あ、須田あかりさんね。桜か、なこみくだ。なこみく、でも桜とは誕生日一緒なの。そうなの。なこみく、みくちゃん、なこみく可愛かったの。小6でさ、2人でさ、デビューしてさ、私あの時同い年で、私同い年なの。まっすーさん、メロンパン同い年なの。同い年だったからさ、なんかあの、その感情も相まって好きだった。みっくり大好きだった。あのね、ドラマとかにも出ててさ、すごいよね、みっくり。
同い年なのよ。同い年なの。そうだから二人がさ背ちっちゃくてさ、ちっちゃい頃私もあの年でした。同い年なの。すごいよね。なんか同い年の子がやってさ、小学生から頑張ってる姿見てさ、すごいと思って感動しておりました。やばい、ホテトの話に言っていいですか。やばい話があるの、やばい話があるのか。ちっちゃい頃握手会、すごいすごい可愛いよね。絶対小6とか中1とかもそこら辺だもんね。絶対可愛いよ。小学生、私まだ小学生だったんだよ。みんな横の昔が変わってないで、ずっとね、わかるわかるわかる、その境地もうね、ずっと可愛い。 HKT なんだけど、好き好きスキップ聞いたことないかも。好き好きスキップって歌があるの、ちょっとスクショして覚えとこう。好き好きスキップ、好き好き好き、ちょっと初日もリクエストになったので歌いましょうか。初日歌いながら、ちょんまようさんのそのやばいお話も聞きながらこれはチーム B さんの曲ですね。 AKB チーム B、 B 有名な曲。 HK の今の子で、もかみさんって言ったら、うちこい、そうなの、見てみよう私は
チガチになった時は泣いた、スイッチ懐かしいとか、この歌愛されますよね、踊ってしまうとかもありますね。スイッチが来させて流れてたなんて、そうなの、そうなの、みーや、うー、初日ってチーム SKE さんのチームイってイメージ強い、あ、そうなの、それもあるのか、初日懐かしい初日は泣くっていっぱいありますね、やっぱり懐かしい曲なんだ、なんか懐かしいというか愛されてる曲な気がする、初日って。カナダさんありがとう、秋の子供のミラーボールたくさんありがとう、秋の子さんオープンもありがとうございます、カナダさんキラキラたくさん嬉しい、ありがとうございます、河合さんミミズありがとう、高橋さんオープンもありがとうございます、秋の子さんいっぱいミラーボールありがとう、キューチャーハートバキュン、浅間さんキラキラもありがとうございます、ありがとう、バシ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 、森さん、森さん森さんだ、まなみさんバチバチありがとう、なおさんもありがとうございます。やっぱりね、この曲はね、歌詞が素敵で、なんか歌詞素敵な曲ってジーンってくるよね、なんか明るくて元気がもらえる曲もそう、ね、すごい好きなんだけど、マイヒロとかこういう曲みたいな、アップテンポなんだけど歌詞がやっぱり感動する系はちょっとジーンときますね、歌いながらもすごいってなる。ということでみゆちゃんの配信もちょっと長々とやってしまったんですけど、今日はね、公式ショールーム配信番組と、そしてプラス私のね個人配信も見に来てくださって本当に本当にありがとうございました。あのあれなんですね、明日は通常この個人ショールーム配信だけになるんですけど、明日は夜配信になるかなと思いますので、ぜひ遊びに来てくださったら嬉しいなと思います。もうミミズだよ、もうミミズだよね、みんなマイヒロもいい曲なんです、めちゃくちゃ、森さん、あと森さん、森さん、森さんありがとう、森さんじゃん、森さんじゃん。では団長を読んでいきましょうか、団長ちゃんを読んでいきましょう、団長、音楽、はい、今日は来てくださった方本当に本当にありがとうございます。あ、小林さん、アルベジュアミアンド40年目ありがとう、嬉しい、ありがとう、小林さんこんばんは、ミアンド嬉しい、歌詞見た時泣きそうだった、え、マイヒロ嬉しい、本当に楽しかったよ、森さんありがとう、ミアンド40人目ありがとうございます。では男女読んでいきます、13位から13位ニックさん、12位ガクちゃん、11位デモチさん、10位ラーメンさん、9位タナケンさん、8位トムさん、7位タガーシーさん、6位スギちゃん、5位キャップさん、4位アサムさん、3位カワイさん、2位アキナカネヤマさん、1位カデナさんでございます、ありがとうございます。今日も皆さんお疲れ様でした、お疲れ様です、皆さんバチバチもありがとう、ではまた明日お会いしましょう、バイバーイ、あ、マルフォイもうちょっと届くと思うのでお待ちください、バイバーイ、おやすみ、バイバーイ、スイッチ大好き、え、よかったよかったよ、あつみよ、あつみよだよ、晩ご飯たくさん食べるよ、あつ、よっちゃん、あつ、りつこさん、りつこさん、あさみさん、あつみ、とむさん、see you later、わたさみ、よし、どうぞ、あつみ、バイバーイ。